ちょっと寝てたから、ね、おはようございます。もう瞬殺で寝てる人いましたね。スタッフがね、もう寝てましたね。スタッフが寝てました。クラブワールドめっちゃ寝てたよ。もうね、寝る習慣にすぐなってるんですね。クラブワールドの人いつも寝てるよね。いつも寝てる。もうびっくりするぐらい寝ますね、本当に。それでは松尾さんの演奏に行きたいと思います、はい。じゃあ、すいません、奥井さん、最後のお祈りの時のクリスタルボールの設定をお願いします。それでは、松尾さんですね、羽生結弦選手、フィギュアスケーターの羽生結弦選手の、2015-2016 年のエキシビジョンの、曲に松尾さんの曲が選ばれました。天と地のレクイエムという、曲なんですが、天と地のレクイエムは松尾さん今日はあるんですか。松尾さん、天2曲何となるよ。2曲目に天と地のレクイエムを、演奏をしていただけます。普通はピアノの演奏なんですが、今日は、シンセサイザーでの演奏となります。それでは、ただトイレ行ってますね。トイレ行ってますが、始めていきたいと思います。それでは、松尾さんはですね、熊野本宮や、さまざまなところで奉納演奏をされています。その松尾さんの、紹介のビデオをお願いいたします。それではですね、松尾さんの神聖なシンセサイザーの世界に、入っていきましょう。それでは松尾さん、よろしくお願いいたします。
Thank you.
松尾さんありがとうございました。ちょっと一言喋れますか。はい、松尾さんステージでは、初めましての方もいらっしゃると思いますが、松尾康信です。今日はありがとうございます。今日は本当に最後の最後に演奏させていただきまして、本当にこのイベントの最後を演奏させていただきまして、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、実は東京の方でこのシンセサイザーのセットで演奏するっていうのは、本邦初公開というか、長い人生の中でも今日ソロで演奏するのは初めてで、若い頃にバンドをやってまして、バンドでの演奏、アンサンブルでの演奏っていうのではあったんですけども、本当にソロで演奏するっていうことで、はい、ちょっとドキドキしながら演奏。いや、僕松尾さん の演奏で泣いた2回目です。今日今日も泣かれました。泣いたって絶対いると思いますよ。ありがとうございます。ほら泣いた人ほら、おすごい。よく、涙される方もいらっしゃるし、私も演奏しながら涙をすることもあるんですけども、ただどういう感情の涙かわからない涙が出るんですね。ただ笑いながら涙がこう伝ってる方がいらっしゃったりとか、いろんなケースがあって、悲しみでもなく、何なんですね、喜びなのか、いろんな意味 の体がそういうふうに、作用されたと思うんですけども、最後の曲は、エネルギーにあふれるっていうか、一番こう体が熱くなるような、血流が良くなるような、そういう曲で締めさせていただきました。今日は本当にどうもありがとうございました。松尾さん、2016年の1月の23日に、ニューアルバムの、リリースの記念コンサートを、東京で、行います。松尾さんのテーブルにですね、その、フライヤーがありますので、うわすごい感動したって思われたらフライヤーをお持ちになってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。松尾さんに盛大な拍手を。